男子 1500m 競走決勝が行われます。この種目愛媛県高校記録は3分48秒52、大会記録は3分55秒36です。予選をトップで通過しておりますのは今治北の矢原光栄君、4分7秒68。それに続きますのは今治北の広瀬光太君、4分16秒47。宇和島東高校酒井武雄君、4分17秒23と続きます。まもなくスタートです。男子 1500m 競走決勝です。2名の選手欠場で16名で行われます。選手はスタート後に紹介します。
コーエ君のバリッタ4分3秒20。2着Thank you.